トリケラトプスって脳が小さくなる方向に進化したんだって。つまり、恐竜っていうのは体を大きくしていったんだけども、でそれに比べて脳が小さいというふうに言われてるよね。だからあれは頭が悪いんだっていう、そういうなんか通説がすごい長い間、あの、あったんだけども、 最近のあの説で出てきたのが、あえて脳を小さくした。これどういうことかっていうと、脳っていうのは生物の中でですね、一番カロリー消費が多い、エネルギー消費が多い期間なので、もし小さくても済むんだったら、それに越したことはないと。つまり、トリケラトプスっていうのは、脳を小さくしたおかげで、他のね、同型の恐竜の中でも食べる量が少なくて、運動量が比較的、 な、確保できたと。つまり、同じ恐竜であれば脳が小さい恐竜の方が、早く逃げられて、長く逃げることができる。 こういうふうなことが言えるそうなんですよ。それはね、あの、省エネ家電の方が、あの、なんか長持ちしたり、省エネ家電の方が生き残れたりするじゃん。それと同じようなものが恐竜の進化の中でもあったんだなと。そんなに脳っていうのがカロリー消化、エネルギー消費するっていうのは、まあ、それはね、僕らなんとなく日常の知識でしてたんだけどそれが恐竜の進化の中でもかかって生き残り戦略にあったっていうのはね、なかなか意外でした。岡田司夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。 ではではよろしく